お疲れ様スロットです。今日ですね、マキオ2024、4日目やっていきます。さあ、というわけで前回2000に到達しての、次が2300かな。はい、まあ、2300で虚勢ゲットできたらいいなっていうのと、まあ、近いうちだと、まあ、メガナイトがね、欲しい。はい、まあ、インドラとかも欲しいな。ちょ、ウルトラレア欲しいっていう感じで、まあ、そこまでなんとか行きたいなと思います。で、デッキはもうゴブリンバレルね。はい、めちゃくちゃ強いんで、まあ、ジャイは飾りかな。って感じですね。で、進化枠がな、すごい悩んではいるんですけど、スケかロケコか、まあ、ワンチャンアーチャーとかもあって、デセールもいっぱい、デセールもいっぱい来てるって感じなんですけど、エメラルドはそんな使わないんですけど、多分途中ユニレベ、てかお金を稼ぐ、まあ両方稼ぐためにグラチェルをやんないといけなくなるんですよね。まあ負けなければの話なんですけど、それ用にエメ買ってきます。まあウィザードとか絶対使わないんですけど、この辺も買ってきます。ロイジェイはちょっとありだけどね、守れなくなるんだよな。あんま攻めカード入れると守れないし、攻めカードがないと勝てないっていう、難しいんですけど。で、進化ザップはいらないかな。ザップ進化させるぐらいならロケコとか好きでかな。で、ここにうますぎるセールあるんで1個買うわ。普通にゴールドもワイルドカードもやばいな、これお得すぎん。かける12倍バグですってことで、やばいかも。ロケット奉仕は12にできんのやばいか。ロケ砲でいい？進化アーチャー結構悩むとこなんですけどね。いや、今年のパートナーは悩むがロケ子になりそうだな今んとこ。てか、なんなら13にできるわ。ちょっとやばいかな。なんかアンバランスなのもまあやや怖いんで。よいしょ、レベル22、成長が早い。まあちょっと全体的に上げとこうかな、使えそうなやつね。まあ最悪また課金すればいいんで、サブだけ育ってはいる。まあバレルのレベルがあれば勝てるとは思うんで、ゴブリンバレル欲しいな。おお、おい、え、全然いらん。ネクロが20枚ぐらい出てきたけど、絶対使わないんだよな。てなわけでユニレベがすごいことになりました。まあなんかこの辺がしっくりこねえ。使っとくか。レア育てるカードはねえんだよな。いや、ワイルドカードやば。はい、ボム級です。まあジャイもね、途中でお別れすると思うんですけど、一旦レベル低いと危ないんで、はい、上げるだけ上げて、ミニ手も上げて、絶対負けない作戦。ってことで、最強が完成しました。行きましょう。なんか、意外と今、範囲攻撃とか多めなんで、ボムタワー、ロケット砲士、穴目。だから、ブラスターでもいいかなっていう思いがあるんですけど、格上とか来た時にさ、その、なんだろう、HP 差があるのがちょっと苦しいかなって思うんですよね。どうなんだろうね。なんか、格上のエルジャイとか、ロイジャイとか、ジャイアントとか守れるのはめちゃくちゃ強い、ブラスター。で、小物系はまあ範囲で補えるとして、相手、ユニレベ可愛いな。そうなんですけど、単純に相手のユニレベ、まあ、タワーレベルですね。が俺より上だった時に、このファイボ削りとかポイズン削りとかで負けちゃいそうだなーって思いながらの、はい、ごめんなさい。クラルはやめないでください。本当にそれだけ。スケルトンやばすぎだろ。クラルはがやめる人がね、いるかどうか、いない、いないかな。そんだけ心配ですね、本当。この企画やる上でどうにか続けてください。おもろいゲームなんで。神ゲーなんで、本当にこんな格上チンパン野郎いますけども、どうにかやめないでくださいね。さあ、タワーレベル9。でもタワーレベル、でもブラッサーのレベル77、かわいいな。いや、相手もこれで悟ってるっすもんね、グッドゲームつって。おー、ペッカいいやん。ペッカレベル9ね。普通にやってたら9って十分だと思うんですけど、ごめんね、俺12。12キモいか。12やばいな。お散歩して、え、お散歩怖いな。ちょっと陸がない。いや、12やばいな。え、これなんかやばいかな。スケブ10、なんか、なんでさ、こんな金文字なん、このスケのレベル。え、レベル10ってこんな金色で表記されんの。どうした、なんか。赤と黄色でめっちゃ目立ってんだけど、相手にいるべ。いやー、まあ
さすがに負けないんだろうな、まだユニレベのご利用しというもので。まあ昔はこんなレベル上げるの簡単じゃなかったかな。ワイルドカードゲー、この企画はキングレベル10と当たればね、おもろそうではある。正直スケ12で勝つ、いやーかわいいな。ヒーワンパン許容します。ジャイバレルでよいしょ。いやーなー、目だけ構えて。ネクロ10とかもね、普通に高いっすよね。あー、いやちっこいの多いな。あ、でもネクロとかが多いってなると、そのブラスター採用も悩ましいよな。なんか、事故っちゃいそうだもんな。気づいたら。でも怖くね？ネクロというカード危ない。まあロケット押し強いんで延命してあげましょうよ。いやロケホマジ最後まで連れていくか悩むな。ロケホとアーチャーってどっちがいいんすかね。役割結構一緒じゃないですか。アーチャーの方が陸受けにはなるんですけど、悩ましい。ホグライダーが多いんでホグに強いってなったらアーチャーなんですけどね。おお、ちょっとうざいスタンプ手に入れた。使っていくかスタンプ。え、めっちゃ可愛い。アチャバナ。さあ、やっちゃってくれよ。10レベルのバレル。え、アイテムだ。わあ、ベビドラ10、バレル10。え、ユニレベ高くね？そういうもんなんだろうな。ミニピワンパンできん？本当はね、ロイフクってミニピだとミリ残るんですけど、ワンパンできてしまうんですよね。滝がコウモリ残ってほしかった。いやーいいよ。いやバレる強え。さあここ勝てば2300ですね。アリーナがあります。バレルね。いやバレルやっぱ多いっすね。レベル7だ。レベル7、低くね。低すぎ。うまいってこと？え、マジ低すぎるな。え、よろっこ。いやーからのこれロケホどっち行く？ふざけんなや。にそっちだった今。一発打つ流れだったやん。いやーいい対応ではあるが、さあ早くも2300到達。フローズンピーク来た。これセールが登場しないか。来た。え、しかも今回に限ってはこれだ、交換できるやつ。いやー虚数系とかもらえないのか。なんかパッとすんな。これ買うぐらいならこっちの方がちょっといいもんね。いやーまあまあ、なんかこのままな気がすんな。何も変わんないか。で次は2600でジャングルなんですけど、まあここもそんな欲しいカードないよねっていう感じかな。そろそろバケモンが現れてくれてもいいんですけどね。多分俺がバケモンなんだよな。ユニレベが相手しておかしいもんな。この辺も、おっ、ちょっと怖いか。プリプリしてんな。いやーマサネクとかいないんでコウモリは出しとく。ちょっと怖いな。なんか陸が俺意外とないっていう、このプリプリスケブね。いやでもこのカウンターがだいぶ強い。いやータゲジャイアン、おっ、え、でこジャイアン。よしよしよし。しかもロケ用の拡散も入るんだねこれ。タルババ、タルババもワンチャンありではあるけど、なんかヤナメ便利すぎるんでヤナメでいいかなっていう気はしてるんですよね。使っていく呪文ね。え、リクナ、あぶね。さすがに、うん、こういうのがユニレベ12で突っ込まれたりとかすると
ちょっと怖いかなっていう感じだよな。よいしょ。この辺なんか軽く止まりそうっすもんね。からのジャイでしょ、からのバレルでしょ。グッドゲームだよし、やなめまで打っちゃってもいいが、進化ロケコの力を見せておくれ。やべ、進化ロケコ頑張れ。うっ、いやー気持ちいいなこれ。2発ぐらいで落ちそうだもん。さあ、ナイス。まあまだまだ余裕がありすぎるね。まあバケモンはね、不意にやってくるんでね、こんな感じでやってたら気づいたら負けちゃったもあるんで、まあ余裕があるっちゃあるんですけども、こういうのね集中してやっていかないと。え、ちょっと怖いねちょっと怖いね。さあ、でもいいダメージは稼げました。いや、キング起動よ。あ、ミスってる。え、てか縦線縦もろともワンパンすんのかよ。いや、まあ小物系ちょっとコウモリで間に合うかな。おー、いいね。よしよし、さあさすがに強いか。うわ、待ってきた、キングレベル10だ。はじめまして。高いぜ、ユニレベ間違いなく。ちょっと緊張するもんなでもホグは8なんだな、普通だったら。ああ、まあこれスケルトン部隊の可能性あるんで、一応矢だけ構えて。いや、でも今んとこ普通だな。なのになんでそんな高いんってなるんで、絶対バケモンが潜んでるんですよ、12レベルぐらいのやつが。じゃなきゃキングドア10にならない。全然普通だなあれから、まんべんなくいろんなカードを育ててキングレベル上がっちゃったみたいな可能性はあるね。え、全然バケモン出てこねえの。いや、いいガゴや。あれえ、ユニレベ低いんだけど、相手普通に低いっていうか、まあ相場なんだったんそのキングレベル10の圧はどこに行ったん。や、矢の雨がもしかして乾燥してるみたいな話どういうことなんでキングのプリンタワーも10なのに、他8やねん、8、9やねん。まだ負けないことに越したことはないんですけどね。せっかくな、初めての10レベルと出会えることに成功はしたんですけどね。逆にこういう8とかの方が恐ろしいニット出てくるんじゃないのっていう。おー、いいファイボですね。ネクロね。ネクロも多いな。まあネクロに対して露強が強いんで、全然いい。いやー、これ強すぎるか。強い。よく柳使いました。スケブだけね。よくいるんだよね。いやー、ワンパンっすね。うわ、待って待って、来た、キング。名前は最強ではある。いや、でも10だからね。さっ、うわ、待って、普通に怖いね。全然怖いね。ミニペだけだと止まんない。え、2レベル高、バレル9。まあまあまあ、おい、キョスケ12。いや、おもろいやつ来たぞ、おいやっと楽しませてくれるやつ来た。ナイトが10。いや、そうね、こういうのよ、こういうの。待ってた待ってた。よしよしよし、
よし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 、確実にね。キョスケ12か、いいな。キョスケ俺も解放されたんで、このジャインの枠をキョスケにしたいもん。これロキコだけで止まる？無理か、ね、ちょっと陸が少ないか俺のこのデッキ。ややコアではある。うわあ、よし。うわ、手首十字。やっぱ高いね、あんた。俺が言うのもあれだけど、高いよね、あんた。いやー、このベビー、やだな。やべ。いやー、いいファイボー。でも、ファイボー使いました。来ました。進化ロケコフィーバーです。まあ、でもやっぱレベル10だと、キングタワー、タワーレベル。やっぱあんま削れないね。なんかゴブリンバレル結構刺さってる気はしてるっすけど、そんな入ってないっていう。いや、いいよ、この、この日はだよね。わかんねえだろうな、多分。なんだそいつって。なんだその花火野郎ってなってるだろうな。いやー、よし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 。進化ロケコ。すげえな。いや、でもプリプリ。11レベルだもん。いや、いいよ。ニープのエイムがいい。エイムがいい。まあまあ、さすがにね、勝っていくんですけど、もう12レベルは初めましてだったな。で、進化ライトやん。だいぶ、今までの中での一番ユニレベルとか、総合的に進化もしてるし。え、そろそろ、こういうトロ体ユニレベルも高く進化も登場して変わってくるか、この辺から。さあ、キョスケアンロック来たー。バレル、やば、バレル13枚思うよ。俺が一番欲しいやつ、すごい良すぎん。11にします。え、美味しすぎる、やば。さあ、レベルも上がってきます。宝箱も引けちゃいます。ゴブリンバレル来ねえかな。30し、ちょ、キョスケにするか。なんかジャイ飽きたし。こっちのジャイにしよう。レベル9までいけるかな。 8? レベル 8? レベル8キョスケ微妙かな。まあ守りでも使えるんで、まあ、8でいいか。よし、ロケ砲に貢いどこ。やば。さあ、たるべ8と10が交互に来るっていう。9とかじゃないんだな。いってらっしゃいすけ。12にビビるだろ、相手も。動揺しない。いや、タワースケルトン2発。何も出てこない。さあ、キョスケ。34いけば、メガナイトね。3400。早くメガナイト欲しい。ファイボ、いいファイボだね。芝ファイボ。これもうだって終わりでしょ。いや、でもキョスケもさ、ちょっと前になんか HP 強化みたいなのあったし、正直メガナイトじゃなくて巨大スケルトンでもいいかもしんない。悩むな。でもキョスケバレルだけだとちょっと攻め手が薄いんですよね。まあメガナイトバレルでも一緒なんですけど、もう一枚ぐらいなんか欲しくはなる。え、待って、やばい。急な、ちょっと待って、タワーレベル8だからさ。いや、ミニペは6。お前、パーティーの中の格差社会どうなったの、かわいそうだろ。いや、ビビった。去年のそのこの企画、ロイジャイに負けたんで、今ロイ来てもう「やべっつって「ロイはやばい」ってなったわ。ロイジャイ12か。いや、俺のエースと一緒だもんな、イニレベ。うわ、ちょっと怖えでな。
まあ、シンカーアーチャーとかだったらなおさら怖いけど、いや、バルキリーは7っていうこのユニレベのさ、どうなってんの。ロイジャイだけぶち上げたんだな。いや、ロイジャイもちょっといいな。え、これやばいか、もしかして攻めたら俺シンカロイお前シンカロイで暴れてきたんだろ絶対。よし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 やば、ちょっと待って、びっくりだな。ミニペ6よ、半分しかない。いや、姉妹シンガロイ守れるプレイヤーいないだろここで。わかんないけど強えだろ明らかにね。いや、さすがに大丈夫か、このダメージ。最初のなんか初手ロイジャイで事故って大ダメージ受けなかったんで、こっからはもうバレル飛ばしてロケット放射大量みたいな。よしよしよし、いや、きつくなってくるよ相手。これこの巨助を延命してあげる。巨助じゃない、ロケットか。よしよしよし、火花パチパチ、お目目パチパチ、いってらっしゃい。いやー素晴らしい。危ねーていうか、なんか怖えー、不意に行きますからね。タワーレベルキングレベル8でもユニレベルは12。さっきキングレベル10でもユニレベル8とかだったから、わかんないもんすね。さあ、フリーズとライトニング。絶対どっちも使わない。さあ、キング8。びっくりあるかんな、さっきみたいな。うん。嫌な雨。まあまあまあ、普通っすね。いや、対空ちょっと薄いんでね、このコウモリをフェニックスにしたいよね。やなめ使った。まあこのロケコ命をかけて守ります。いや、バレルまで行けばなんかいけちゃいそうじゃない。あー、いやー、え、なんか相手綺麗だな。ナイト7かわいいね。いや、ここ勝てば2600でジャングル到達なんで、さすがに負けたくないね。いけ、うお、えら、まあ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 、もう許容ですよと。スケブいたっすね、スケルトンアーミー。いや、いいよ。いや、スケが強いのや。さあ、ナイス、ジャングル2600到達っすね。ポイズンが解禁されますよと。ローリングバーバリアンとかはね、ちょっと使い勝手いいんで、ワンチャンなんかぶち込んでもいいかなって気がする。セールはまあ、このアリーナ8のがまだあるんで、出てこないか。これ今、ゴールド10万あるじゃないですか。これ、ロケ砲13できるんよな。いや、なんかの本とかで安くあげたいけどな。まあ、負けるの嫌なんで、あげちゃいます。はい、最強。で、レベルも上がってく。宝箱あげる。タワーレベルあんま上がってほしくないな。キングレベル。次は3000で、なんか怪しいユニットがいっぱいいるって感じだな。エディババガゴムレ、クロス、ゴーレム。なんか、魔境っすね。3000はね。さあ、タワーレベル8です。いってらっしゃい。もう俺、ロケ砲ゲーするだけだな。うい、いいね。レベル10。スケルトンと、ロケット砲士、ゴブリンバレル。まあ、そこら辺は、確定でその最後まで持っていこうかなと思うんですけど、このミニペッカの枠とか、まあ巨大スケルトンはね、メガナイトとの悩みですね。で、ボムタワーもね、なんか去年めっちゃ強かったんですよね、本当にホグライダーばっかで、やっぱその環境をちょっと対策しながらね、やっていきたいんで、ボムも良かったんで、矢の羽も良かった。5枚ぐらい。だいぶ確定はしてるもん。
このミニピュアどうするかだな。なんかいい感じの、いい感じのやつが欲しい。さあタワーレベル9、ちょっとみんなクラーに入ってんな。俺もクラー立てるか。カードもらって経験値上げないといけない。さあバレルロイホグ、バレル10、いやボムタワー強え。バレル10ね、無視できないね。ダークプリンス、イザード、コウモリってどんぐらい頑張れる？一旦飛ばしてみて、呪文を教えて。ザプン使ってんの？ねは。まあ、キョスケ出しちゃうか。うっ！最悪だ。ペッカチワーン。まあ、スケでキョスケを延命してあげたいね。バレル10は危ないです。でもこれにバレルを飛ばすだけ強いな。キョスケちょっといいな。よいしょ。いや、スケブ強っ。やれ。さあタワーレベル8、ブラスター、いってらっしゃいコウモリくん。ウィザード7、え、めっちゃエンジェルベ低いよ。おー、いやーちょっと嫌だな。おー、ちょっと嫌だな。フリーズとか来たりしたら意外と負けるみたいな。おー、いやちょっと嫌だな。おぶね。え、なんかちょっと怖いんだけど。これブラスターロケットし耐えれるんじゃない？ 13 レベル。嫌な目は耐えますけどね。レベル高いから。いやーでも古城ババミニペか。まあ、陸を大事に行けば、なんとかなりそう。これ何で守れた？ウィザード。まあ、ボム置いちゃおうかな、先に。工場だけ止めれば大丈夫か。そう、一旦何も来ない、ステイで。ブラスターなんでこのスケコウモリでプレッシャーをかけますよと。リアナアメ耐えれるんで、これ無敵だ。無敵ロケ法の完成。いや、相手このロケット押し処理できないですもん、ね、いやー削って、しかもブラスターだからもともとタワー少ないから、ちょい拡散入るだけでも、よし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 、からの進化ロケコですよと。いやー惜しい。最強降臨。好きで倒れそうじゃね。さあナイス。というわけで2821ですね。勝利した回数95勝。はい、負けておりません。嘘はついてないです。よいしょ。一回も負けてないってなんか気分いいよね。もう負けた時にはもう終わっちゃうんですけど。というわけで今日はね、結構余裕がありましたね。まあ、ロケオが育ちすぎたっていうのもあるし、進化してるのもあるんですけど、まあ、まだ余裕があるな。そう、3000とか4000とか行き始めると結構怖くなってくるのかなと思うので、気を引き締めてね、またやっていきます。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。お寿司のために。